Okay, I'm back. Mission start. Next, Ayame. Ayame scenario. その昔、都の大半を焦土とさし、幕府の権力を失墜させた乱があり、やがてそれは各地へと飛び散り、守護代や黒人が独立の動きを示し始め、すなわち下国人。国は幾多にも割れ、覇権を相争うようになる。またその裏にも暗躍する輩がいた。決して表舞台に譲ることなく、暗黒の技を身にまとい、影に影に死す。人は彼らを忍びと呼ぶ。Ninja's village. お前も随分腕を上げた。そろそろ独り立ちをしても良い時期かもしれん。この兄弟子、辰丸のようにな。確かに、実力はもう十分と言えましょう。うん。忍びの技を極めたと思えるならば、わしの部屋へ来るがよい。最後の試練を与える。ならば俺が各鍛錬所にて仕上げをしてやろう。よし。ここでは身のこなしについての鍛錬をすることができる。坂を上り鍛錬場へ向かうがいい。まずは辺りを見回し、状況の確認をするのだ。次は基本の踏み込みだ。踏み込みは瞬時に間合いを作れる。今度はしゃがみの動作だ。しゃがめば敵の視界に入りにくくなる。ちょっと長く変わるな。しゃがんでんだけど。しゃがみながら回転すれば見つかりにくく素早い移動が可能だ。うん。身をかがめて転がれば最小限の。では次に跳躍だ。跳躍中は隙が大きくなる。注意するのだぞ。よいしょ。ジャンプ。離れた場所に移動したいときは大跳躍を用いよ。はい。
これより地形に対する体術を学ぶ。まず目印のある壁に張り付いてみよう。そしてそのまま左右の端まで行き、奥の様子を覗いてみよう。へい。跳躍で縁に手の届く壁にはぶら下がることができる、うん、今使った壁に飛びついてみるがいい。そのまま縁に沿って移動も可能だ。よいしょよいしょ。跳躍で登れないところには鍵縄で移動しろ。ただし鍵縄は縁のところしかかからぬことを忘れるな。目印のある積み上げた木箱の上に向かって試してみるがいい。身のこなしに無駄があっては忍びとしての役目は果たせぬ。日々の鍛錬を怠るでないぞ。ここでは水辺の動きについて鍛錬することができる。まず立ち泳ぎで池の中にある目印の場所まで進むのだ。どこだ。立ち泳ぎの状態ならば水遁の次は水中での動作だ。まずは潜り平泳ぎでゆっくり泳いでみよう。水中回転を用いれば素早く方向転換が可能。連続して泳げば勢いよく泳ぐことができる。水中にいるとき水辺の動きはこのぐらいでいいだろう。溺れぬようしっかり身につけておけ。ここでは武術について鍛錬をすることができる。橋を渡り竹林の中へ向かうがいい。へい。攻撃はまず武器を抜いて構える。そして敵との間合いを見切って切りかかるのだ。竹を敵に見立て試してみる。武器を持ったままでいると走りが鈍く、敵の気配を感じるところではしまっておく方がいいだろう。戦いにおいて敵の気配を感じることはとても重要だ。竹林の奥にいる敵の気配を読み、一刀のもとに倒してみよう。でやれや。アウアウ。はい。手が出る。よし。はい、こいつ。おい。手が出ぬか。忍びの基本は血を巧みに読み取ることにあり、影に身を潜め何者にも気取られてはならぬ。そろそろ行くか。